Villain is coming. そして世界は深い深い闇に覆われたのです。魔人が世界を滅ぼそうとしたその時、一人の勇敢な魔導士が現れたのです。ほう！世界に夜明けをもたらすために魔導士は魔人と戦い、ついに魔人を倒したのです。魔導士の輝きは世界を明るく照らしたのです。長い長い夜の終わり、これが世界の夜明けでした。やったこうして魔導士は魔法帝と呼ばれ、伝説になったのでした。魔法帝、魔法帝って今もいるんだよね。ええ、このクローバー王国が平和なのは魔法帝のおかげ。すっげえ！魔法帝って偉いの？国王様の次に偉いのよ。よーし、決めた！俺、魔法帝になる！Thank you.
今年は豊作になるといいな。そうだな。うっと、シスターリレー。なん、だから俺と結婚してください。ごめんね、アスタ、私はみんなのシスターだから。あまだだ。 あのごめんね。あ、諦め。あ、いや、あのだからね、まだまだ本当にごめんなさい。シスターリリー、ワンモア。しつこい。水創生魔法。え、愛です。ああ、何回振られりゃいいんだよ。やめとけってアスター、お前が湯の兄に勝てるわけねえじゃん。くらえ、必殺。待って、アスター、魔法使えないんだから。なんもってねえ。こーい、まだだ。アスター面白い。センスゼロだな。その年で何の魔法も使えねえとか、マジありえねえ。お前らなんだ、年上に向かってその口の利き方は。うるせえ、この世界は魔法が全てなんだよ。魔法なんて使えて。決まりはこの俺にお任せを。はあ、ユノニーとアスタ同じ年でこうも違うかね。ユノニーだったら魔法帝直属の魔法騎士団に入るのも夢じゃねえかもな。もうすぐアスタも授与式、グリモワールを手にすれば触発されて魔法も使えるようになるはずよ。シース、
3月ホタルタンポポの綿毛舞う頃、年に一度クローバー王国の各地で15歳になる者たちを集めて持ち主の魔力を高めるグリモワールの授与式が行われる。すっげー、これ全部グリモワールか。俺のはどれだろう。グリモワールを手に入れればきっと俺も魔法が使えるようになる。すぐにユノに追いついてみせる。グリモワール授与。聞いて、僕の方が分厚いぞ。グリモワールが来ないんすけど。また来年。なんじゃそりゃ。マジかよ。信じらんない。四つ葉のクローバー。四つ葉、あの伝説の初代魔法帝も授かったという。すごい力が秘められた幸運が紛れ込んだクリモワール。俺は魔法帝になる。ユノ、待ってろ。すぐ追いつく。俺はお前のライバルだからな。ありえねえ。こんな小さな村でとんでもねえもんが出やがったよ。なんだお前は。何もかも諦めな。こんな落ちぶれ野郎を相手に逃げてたまるか。重い攻撃だ。これが町の外の魔導士。体鍛えたくらいじゃ歯が立たねえ。
無駄なあがき、ご苦労様。俺はな、この鎖で触れた者の魔力量を知ることができるんだが、お前は魔力が一切ない。お前はこの世界じゃ何もできやしない。何もかも諦めな。生まれながらの負け犬くん。おい、誰が負け犬だ。そいつは負け犬じゃねえ。そいつは明日は俺のライバルだ。まただ。これもワール。やっぱりな、アスタが選ばれないなんてありえねえ。確かにお前に魔力はなかった。何なんだそのグリモワールは。クローバーの3枚の葉にはそれぞれ誠実、希望、愛が秘められている。4枚目の葉には幸運が宿る。5枚目には悪魔が住む。魔法が使えないならせめて肉体でもと思って鍛えた筋肉が役に立ったぜ。アスタ。あ、うん、ユノ見ろ見ろ、俺のグリモワール。とてつもなくボロボロだけど一生大事にするぜ。よし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 。助けられちまったな。お、この借りはいつか必ず返す。アスタ、約束覚えてるか。ユノこそ覚えてたのかよ。俺てっきりバカにされてんのかと思って。ライバルと仲良くやる趣味はないからな。どっちが魔法帝になるか勝負だ。